コロール州はパラオ共和国の州である。州とコロールはパラオ最大の都市であり、2006年10月まではパラオの首都であった。人口は1万1444人で、パラオの人口の半数以上がコロール州に集中している。コロール島を本島としており、その他にもアラカベ山島、マラカル島などと接続されている。このうちコロール島が人口1万以上であり、 荒壁ン島は人口が1000人を超えている。マラカル島にはコロール州の主要港がある。州南西部には島がたくさん存在し、ロックアイランドと呼ばれているがその多くが無人島である。ウルクターブル島、マカラカル島などは周囲がダイビングスポットとしてよく知られている。パラオで最大の島であるバベルダオブ島とはキロバイトブリッジという橋で繋がっている。 キロバイトブリッジのバベルダオブ島側は、ロマンとメトゥチェル国際空港がある、アイライ州であり、同島には首都である、マルキョク州もあって、この橋は交通の要所になっている。コロール州政府庁舎、ありがとうございます。